カール・ヨーゼフ・ビルトは、ドイツ国の政治家。所属政党は、中央党。バイマル共和政治代の1921年から翌年にかけて首相を務めた。ドイツ史上最年少の首相、フライブルク生まれ。経済学と数学を学んだ後、1908年に、ギムナジウムの教授となる。1913年に、バーデン州議会議員に選出。 1914年には帝国議会議員になった。第一次世界大戦後の1918年、バーデン州財務省に就任。1920年3月、ミュラー内閣でマティアス・エルツベルガーの公認として、中央政府に財務省として入閣。さらに1921年5月、連立が画開したフェーレンバッハ内閣の公認として、中央党、 ドイツ社会民主党、ドイツ民主党の連立からなる少数与党政権を組閣した。首相就任時のビルトの41歳という年齢は、現在に至るまで、ドイツ史上最年少である。前内閣とは反対に、連合国がドイツに課した過重な賠償を軽減するため、むしろその義務を愚直に遂行して、賠償額がドイツの支払い能力を超えているとアピールする政策を取った。 しかしこの履行政策はベルサイユ条約見直しを主張する右翼民族主義者の攻撃の的となった。一方で軍の統帥部長官ハンスフォン・ゼークトと親しくしており、その指示により建国間もないソビエト連邦とラパロ条約を締結した。国際的に孤立するソ連との経済関係を樹立するとともに、ソ連からの賠償要求を総裁させることに成功した。 しかしこの条約は連合国との関係悪化を招いた。国内ではこの条約は概ね歓迎されたものの、曲はボルシェビキとの接近を嫌い、条約交渉に当たったバルター・ラーテナウ外相がベルリンの路上で暗殺された。その追悼演説で述べた、敵は右側にいる。という彼の言葉は語り草になった。この際に左右の過激派を取り締まる。 共和国防衛法を制定している。その後賠償金支払い、共和国防衛法に関する紛糾が、ビルトとアンドレアス・ヘルメス財務省との対立となり、1922年11月に退陣した。1929年1930年に、ミュラー内閣で占領地担当省を、1930年31年に、ブリューニング内閣で内省を務めた。 彼は憲法48条大臣として左右のテロに厳しい対処を取った。しかし政治姿勢が左寄りすぎるとしてヒンデンブルク大統領の個人的不況を買い内閣が圧力を受け辞職に追い込まれた。ナチ党の権力掌握が進む中全権委任法成立間もない1933年3月23日にウィーンに赴きそのまま亡命した。 ナチスドイツ時代を通じて、スイスのチューリヒで亡命生活を送った。スイス滞在中、彼はナチス政府から強い批判を受けたが、ひたすら沈黙を守った。一方で国内の反ナチ運動や、イギリス政府、アメリカ合衆国のオフィスオブストラテジック、サービスと連絡を取った。第二次世界大戦後に、西ドイツの故郷フライブルクに戻り、 西側諸国との同盟を拒絶し厳密な中立主義を標榜する統一、平和、自由のためのドイツ人連盟を組織し、ドイツ人民新聞を創刊するが、これは東ドイツのドイツ社会主義統一等に近い立場だった。一方で彼の行動はソビエト連邦に抑留されていたドイツ人捕虜の解放に成功している。東ドイツ政府から、小学ながら、 金銭援助を受け、1954年には平和金メダルを授与されている。また、ソビエト連邦からは1955年にはスターリン平和賞を受賞している。CIA 文書では彼はソビエト連邦のエージェントとして扱われている。西ドイツ政府も東ドイツとの関係を理由に年金支給を停止した。1956年、ビルトはフライブルクで病死した。 ありがとうございます。